の、にわからです。にわかです。クラッシュビーダマンっていいですよね。そういえばビーダマン魔改造シリーズは今のところ全てクラビーですね。拡張性が高いところが魔改造にぴったりです。いろんなところに何かしら付けられますもんね。さらにパーツのロックがしっかりしているのも気に入っています。押し込むだけじゃない箇所が多いですね。当時一目惚れしたくらいにこのクラビーは好きなのですが、なんかビーダマンって感じが薄いですよね。ビーダマンのトリガーといえば棒が後ろから飛び出ているやつですからね。ということでクラビーをビーダマンっぽくします。それでは動画へレッツゴー。適当に気取ります。クラビー以外ではバトビーしかわからないのでバトビーの射出をイメージしました。現物が手元にないのでうろ覚えです。できました。結構スムーズに動きますね。印刷そのままでは干渉があったので調整してあります。早速装着しましょう。できました。なんかコンパクトですね。この凝縮されている感が気に入っています。それと大きい本心を小さなボディで持っている謎の可愛らしさが好きです。早速撃ちましょう。標的はボビンとヨーヨーパンちゃんです。謎セレクション。ちょうどいい的がなかったです。ビーダマンって感じですね。やっぱビーダマンと言ったらこれですね。って、体力弱すぎませんか。締め打ちをすれば解決できませんでした。クラビーはホールドパーツを直接指で押さえることができません。当時はがっかりしましたよね。実ハウデのロック部からホールドパーツへの穴があって気持ち程度ですが締め打ちができます。押さえられるのはホールド部の根元なので威力はそこまで出ません。プラバン挟みましょう。今回はビーダマン感を大事にしたいので指で締め打ちができるようにします。ということで締め打ちパーツを急増しました。穴に棒を刺すことで締め打ちができるようになります。つけるとこんな感じです。少しホールドパーツが内側に寄っていますね。てかネジは適当すぎません。棒も作りましたが細くしないと入らないため余裕で折れました。鋳造はやってみましょう。サンディープリンタの印刷物を型として低融点合金ジグメタルを流し込みます。もしうまくいけば工作の幅が広がりますね。十分に溶けたので流し込みます。ちゃんと穴まで流れるかが不安です。細いのでそこが気になります。もう一つも溢れてしまいましたね。ジグメタルは融点が100度なので問題ないです。いい感じに固まりました。早速取り出します。取れないですね。フィラメントの積層根でも引っかかってそうです。型を壊します。ヒートカッターの方がいいのでは。金属も溶けてしまうので使えません。途中で抜こうとしたら折れました。何してんだこいつ。もう片方は無事取り出せました。職人技でくっつけます。鋳造やり直した方がいいのでは。型のスペアがなくて印刷時間ももったいないのでご利用します。くっつきました。長さが足りないので盛ります。スペアのホールドパーツに棒を刺して再度鋳造します。ちゃんとくっつくんですか。以前にもこんな感じで追い鋳造したことがあって、その時は金属が溶融してくっついてくれていました。なので大丈夫ではありませんでした。おい、接触面が小さいのが原因でしょう。棒としては使えるのでこれを職人技ります。そんなうまくいくんですかね。どうにかします。どうにかなりました。いい感じですね。あとはデコボコを鳴らします。なんやかんやあってできました。長さも良さそうです。ということで取り付けます。できました。正直金属の熱で型が変形したり隅まで金属が流れなかったりを考えていたので、この結果には満足しています。これで型を取らなくても鋳造ができますね。それでは打ってみましょう。まずは締め打ちなしです。ほんの少ししか動きません。締め打ちをします。全然違いますね。パワーは良くなりましたけど連射性能が皆無ですね。ということでペットボトルマガジンを付けられるようにしました。全く同じ方法で取り付けができます。ここのパーツを変えていろいろと楽しめそうですね。ネタは結構考えているのでお楽しみにです。連射してみます。パーツ自体のつもりはあまりなさそうです。いろいろ打って終わりにします。